話題の簡単、低コスト、ダイエット効果の高い、また便秘、ポッコリお腹を解消できるリンゴ酢プラスビオフェルミンを一緒に摂って痩せるダイエット法。でも待ってください、これを知らないと逆に太ってしまいます。今回は腸活ダイエットの観点から絶対してはいけないことを分かりやすくお伝えします。早速スタートしましょう。話の流れはこちら、3部構成です。1、なぜこの方法で痩せることができるのか、リンゴ酢プラスビオフェルミンのダイエット法基本のお話をします。その後に2つ目、なぜこれを知らないと逆に太ってしまうのかという具体的なお話をします。そして最後3つ目に、ビオフェルミンより痩せるリンゴ酢プラス〇〇を使った最強のダイエット法についてお話します。この項目ではビオフェルミンよりも簡単、コストが低い、ダイエット効果が高い方法をお伝えします。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢プラスビオフェルミンを摂るダイエット法で痩せるの？というそのポイントなんですが、リンゴ酢もビオフェルミンもやっぱりダイエット効果があるからなんですよね。皆さん、私のこの YouTube 動画ご覧の方はすでにご存知の方多いはずです。私は皆さんからリンゴ酢先生と呼ばれるほど今までリンゴ酢ダイエットについての動画をたくさんアップしています。もしリンゴ酢ダイエットのことを詳しく知りたいっていう方は、この動画見終わった後にコメント欄にリンゴ酢ダイエットのリンク貼ってますから、そちらをご覧ください。それでもまだリンゴ酢のこと知らないっていう方のために、簡単にリンゴ酢のダイエット効果お話しますね。お酢には脂肪燃焼効果だったり、太るもと、血糖値の急上昇を抑えてくれる、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれたり、コレステロール値を下げてくれたりと、まあいろいろねダイエット効果があるんです。で、なぜ数多くあるお酢の中でもリンゴ酢なのっていうことなんですが、リンゴ酢がね一番酢酸という成分が多く含まれているからなんですね。この酢酸があるおかげで腸の運動、蠕動運動が活発になって代謝が上がって痩せるわけです。そしてもう一つ、ビオフェルミンは痩せ菌と呼ばれる乳酸菌を含んだ成長剤のことですね。ではそれぞれのダイエット効果が分かった時に、なぜこの2つを掛け合わせるとさらに痩せるのかっていうお話です。例えばあなたがビオフェルミンを飲んだ、すると乳酸菌が腸に届いた時に、腸内に乳酸菌の餌がないと乳酸菌は死んでしまうんですね。乳酸菌からしてみたら、ちょっとやっとここまでたどり着いたのに私のご飯がないじゃない、さようならって死んでいってしまうわけです。ところがここにリンゴ酢を飲むことで、乳酸菌がリンゴ酢の酢酸を餌として食べて繁殖するんです。そしてこの乳酸菌はそのまま大腸に住み着いて、デブ菌と呼ばれる悪玉菌を退治しながら、どん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 その数を増やしていくんですね。そう、乳酸菌はこの酢酸があるおかげで、なんかここ住み心地いいなって、もっとここに住み着いて家族を増やそうって、まあこんな感じになるわけです。なのでリンゴ酢の酢酸とビオフェルミンの乳酸菌を組み合わせることで最高に痩せる。ここまで聞いてあなたは、なんだこのダイエット法いいやん、何が悪いんと思ったかもしれません。ところがこれを知らないと太るんです。ということで次の項目です。ではここから、なぜこれを知らないと先ほど伝えたダイエット法逆に太るの？というお話を詳しくしていきますね。結論からお伝えすると、リンゴ酢の原材料、添加物に気をつけてということなんです。では具体的にどんなことに気をつけたら良いのかというお話をしますね。まず痩せるリンゴ酢と逆に超太るリンゴ酢がある、この見分け方をお話します。例えばこちらイオンのねグループトップバリューの純リンゴ酢だったり、例えばこちらミツカンの純リンゴ酢、ポイントはどちらのメーカーでも構わないんですよ。大事なのはこちら、後ろ原材料名を見ましょう。ここに材料がたった一つだけでできているリンゴ酢が痩せます。何か
国産リンゴ果汁 100% のみでできた無添加のリンゴ酢、これが痩せるんです。そしてここから逆に太るリンゴ酢の見分け方お話しますね。例えばこちら同じ蜜柑のリンゴ酢にもかかわらず、こちら原材料、これはギリ添加物は入ってはいないものなんですが、余計な果糖、ブドウ糖、液糖、砂糖等々甘い味がもうすでについてます。これはもちろん太りますよ。またもっと最悪なのが、こういったリンゴ酢ドリンクとしてもすでにドリンクになっているもの、添加物たっぷり、人工甘味料が3種類も入ってます。例えば最悪なのが、コンビニに行って冷たく冷えたリンゴ酢ドリンクを買う、かっこ添加物たっぷり、そのリンゴ酢でビオフェルミンを飲む、これが一番最高に太るパターンです。なぜかデブ菌と呼ばれる悪玉菌が喜ぶ材料がたっぷりプラス、あなたが冷たいものを飲んでしまうだけで腸が冷えて代謝が爆下がりして太ります。そしてここからはビオフェルミンの話、乳酸菌が入っている成長剤ですけれども、こちらも原材料見てください。スラッシュの後がやっぱり添加物入ってるんですね。ビオフェルミン、確かに乳酸菌は取れるけれども添加物も入ってる。これらの添加物、もちろん安全基準は満たしているかもしれませんが、白桃など他添加物は所詮添加物、大地の恵み、自然に勝るものなしと私は考えています。なので太るポイントは添加物が入っているからなんですね。その逆、無添加の材料をしっかりと選びましょう。そしてもう一つ大切なこと、基礎代謝を上げましょうです。こちらご覧ください。ご自分でウォーキングなどをして使う活動代謝よりも、あなたの内臓そのものに運動させる基礎代謝を上げる、これが一番効率が良いダイエット法です。そのためには内臓に運動させることイコール内臓の前導運動を活発にさせるために必要な食物繊維を一緒に食べることなんです。水分や錠剤だけでは腸の前導運動を活発にすることはできません。なぜか、食物繊維が十分摂取できていないからです。食べ物をよいしょよいしょと押し出すこの運動が前導運動イコール内臓の運動になります。これが一番効率が良いダイエット法です。なぜか、内臓に運動をさせる消費カロリーの方があなたご自身がウォーキングするよりもどんどん消費するからです。では具体的にどうすればいいの？ということで次の項目です。はい、こちらですね。ビオフェルミンよりも痩せるリンゴ酢プラス〇〇ということで、最強のダイエット法、今から具体的にお伝えします。ここまでの話を聞いたあなたはもうお若いですよね。最も効率的に痩せる方法は何か、リンゴ酢を摂りながら乳酸菌を含む食物繊維を食べること、これです。そうすればあなたは前導運動を活発にすることができて、結果内臓脂肪をどんどん消費することができます。では乳酸菌を多く含む食物繊維たっぷりの食べ物は何か、こちらです。発酵食品になります。今回おすすめの発酵食品3つあります。1つ目はこちら、納豆です。本来納豆は発酵時に空気中の乳酸菌が入って増殖します。ただ今製造過程で乳酸菌を加えた乳酸菌納豆っていうのもあるんですね。なんとこの乳酸菌納豆 1g 中数十億個の乳酸菌が含まれてるんですよ。私はどうやって食べてるかというと、国産納豆1パックに対して添付のタレは使いません。なぜか、添加物ですね、化学調味料はいっぱい入ってるからさよならします。その代わり何を入れるか、純リンゴ酢です。納豆1パックに対して私は、まあ、日にもよりますけれども大さじ2分の1とか1ぐらい入れて、調味料タレの代わりとしても入れちゃうんですね。でよーくかき混ぜて泡立てて召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいです。
そしておすすめ発酵食品2つ目はこちら、ぬか漬けになります。発酵の過程でめちゃくちゃ乳酸菌が増えます。ぬか漬けはまた漬けた直後は 1g あたり100万個ぐらいの乳酸菌なんですね。それが熟成するとなんと10億個以上に繁殖するんです。しかもぬか漬けであればお野菜ですから、そこでしっかりと食物繊維も取れちゃいます。私はぬか漬け食べるときはちょっとね、リンゴ酢とお醤油、どちらも無添加ですよ、のタレでちょっとつけて食べることもあるんです。そしておすすめ発酵食品3つ目はこちら、無添加の具沢山の味噌汁になります。今までご紹介した3つの発酵食品は全て植物性の発酵食品なんですね。この植物性ですと、例えばヨーグルトなどの動物性のものよりも生きたまま調理届く率が高いんです。また味噌汁は体を温めますし、ここでしっかりとお野菜たっぷり、キノコ類などの食物繊維のもう塊のようなものをね、しっかり入れた具沢山の味噌汁が最高。私はここにまたね、ちょい足しして10人ごすかけるんですよ。ではまとめです。効果的に痩せるためにはリンゴ酢プラス乳酸菌を多く含む食物繊維イコール発酵食品を摂ることでしたね。ただし最後に注意点です。材料はもちろん無添加であること、そして冷たくしてリンゴ酢ドリンクを作らない、必ずホットで飲むこと。リンゴ酢の1日あたりの摂取量は大さじ2杯までで十分です。それ以上取ると取りすぎです。また飲んだり食べたりするタイミングは空腹時には取らないようにしましょう。酸性が強い食品なので、あなたの胃がねムカムカしたりっていう体調不良を引き起こす方もいらっしゃいます。注意してください。基本的に食事と一緒にリンゴ酢を取る、これで丸。さあいかがだったでしょうか。私も毎日美味しくいただいています。おかげさまでマイナス10キロリバウンドなし。あなたもご一緒に腸活ダイエットで心も体も生まれ変わってくださいね。それではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にやってみてこんな風になりましたっていうご感想などコメントいただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。